ロバート・ハンターによる肖像画。第2代ラングフォード子者ハーキュリーズ・ローリーは、アイルランド王国の政治家、貴族。ハーキュリーズ・ラングフォード・ローリーとエリザベス・アップトンの息子として、1737年10月29日に生まれた。1783年から1791年まで、アントリム・カウンティ選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務めた。 1783年の選挙では、ダウンパトリック選挙区とロングフォードバラ選挙区でも、1790年の選挙では、ロングフォードバラ選挙区でも当選したが、2回とも、アントリムカウンティ選挙区の代表として、議員を務めることを選択した。1791年12月18日に、母が死去すると、ラングフォード支社を継承。1792年1月20日に、 アイルランド貴族院議員に就任した。1796年3月24日に、生涯未婚のまま死去、借位はすべて廃絶した。